今日のね企画はダン、マー君初めてイカをさばいてみたググリなしってこと、ありってこと、なしの方がいいんじゃないですか。あ、破けたイが出てこない人ってな、中に入っている人がいますよね、たまにこうこう今さばき終わりました。こっちが、フライフライですね、はい、でこっちが天ぷら。まず何から作ると、イカリングから。イカリングフライね、はい、オッケー。イカリングはこれですね、材料。あ、材料ね、はい、これですね、はいはいはい。じゃあボール入れる、はいはい、え、ちょっと順番分かる。いや、分かりませんよ。え、最後がパン粉って言うとは分かる、これね、うんうん、これここに入れましょう。まあまあ、これは正解ですね。これ先かな、いや、そういうはちょっと分からない。声はつけて、これつかんやろ、だって。あ、そうばい。そうや、じゃあおのずとどうなる、順番的に。頭の方がもう あるんですね、うんうんうん、まずさ、第一にこれこういくと、うん、はい、ここにはい、つけます、はい、粉つけます、はい、つかないですよね。つかないでしょ、はい、なんで、はい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 、これまずこれでこう、あーはーはー、これこうちっちゃいからね、粉だからね、はい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 、見てくださいこれ、はい、はー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 、ね、そうでしょ、うん、間違いない、ね、油がだいぶ上がってきてブツブツなってます、ね、なってますね、なってますよ。家庭科の先生によるとこれがいい合図です。ああ、そうなんですね、はい、いきますよ、はい、よし、いきます、はい、おお、あらー、美味しそうね、来ましたね、来ましたね、来ましたね、まあまあ、玉の蓋、まあまあの今のマスかね。怖っ、あったっす、あったっす、開けますか、はい、フライが完成しました。はい、次は天ぷらを作っていきます、はい、ちょっとね、イカだけやとちょっと寂しいんで、旬のね、新玉、ナスに椎茸、天ぷら粉を作らないといけないんで、はいはいはい、水どのくらい、いや、わからん、こうするやん、これを混ぜていきます、はいはい、いい感じです ね、いい感じですね、こんなもんじゃない、はい、そんなもんですですね。じゃあ、揚げていきます、イエーイ、はい、わー、さつまいもみたい、おおおお、でかい、お疲れ様でした、よし、できましたよ。いや、大変やったね、結構かかりましたね、どうやった、でもなんか楽しかったっす、あ、楽しかった、うん、なんかこうやったら家ですぐ時間経つ、家族とかね、友達とかでね、作ったことないやつば、うん、やってみるのもね、やってみるのもいいですね、どうぞ見てください、これは失敗したマヨネーズです、シャラッサラッシャバッシャバ、このお花何なんですか、おじさんたちだけだと脂っこいでしょ、まあ確かに脂っこいのに脂っこいのにしたら確かに、うん、ちょっとね、ちょっとでも、はい、ちょっとじゃあ、じゃあ、はい、了解です、はい、やばい、いいいい、もう衣も美味しい、うんうん、やばい、香り甘いやん、うん、甘さが、甘さが、おー、あ、うまいわ、イカリルいきます、
もう一回、もう一回、もう一回です一回です、もう一回です本当、うん、うん、うんテイカリング、テイカリング、うん、これ全体よりしてたもん、うん、また違う、ね、全然違うね、ちょっとお菓子感覚でいけるね、これでシャバシャバのやつ、かけれるこれ、なんかもう見た目ちょっと酢豚っぽいですよね、ちょっとシャバいけん、うん、量の足りん、ああマヨ感が足りないってこと、うん、普通のマヨネーズってあのどっかでこう乗るから結構味する、もう油、ね、無ですちょっと今度リベンジしよう、マヨネーズ、マヨネーズちょっとリベンジします、エンペラカツですね、エンペラカツです、ワンパン、柔らか、あ、柔らかい、うん、あ、そう、うん、とんかつ感のある、あ、マジでかい、柔らかく、結構とんかつ感あるよ、とんかつ感あるよ、なんかうまっ、なんかうまっ、京都コント、とんかつ屋さん、あー今日とんかつ食いたかったんだよな、絶対とんかつだったんだ、気持ちはヒレだよな、ヒレ、うん、うん、いかやないかーい、